こんにちはーこんにちはー今日はちょっと実家からでーす <laughs> こんにちはーこんにちはーなのでちょっと背景がおかしいのですが <laughs> 気にしないでねこんにちはーでもちゃんとこれ持って帰ってきたこんにちはーありがとうこんにちは こんにちは。そう、今日亡くなっちゃって、明日も亡くなっちゃって、あさってもないので。そう。こんにちは。こんにちは。<laughs> 背景何かと思った。えなんかさ、変なスタジオみたい。変なスタジオ。<laughs> こんにちは。そう、白タンス隠さないとね、あのね、反射しちゃうんですよ、めちゃくちゃ。 なんか電気変わってからさ、研究生の時はさ、電気が違ったんですよ。だから、あの、全然光らなかったんですけど、電気変わってからめっちゃ反射してやばい。部屋が映るんですよ。そう。こんにちは、こんにちは。こんにちは。それでちょっと実家なのでちょっと、 あれなんですけど、6時くらいまでなんですけど、見てくれたら嬉しいです。<laughs> 昨日のコーデに似とるね。すいませんでした。あのですね、すいません。実はですね、あの、考えるのが、服考えるのが、ちょっと、あ、なんでもいいかって思って、ほんと、同じ服で帰ってきちた。T シャツだけ変えたんですけど、でも気づいたら、昨日も私は青の T シャツだったんですよ。でも、今日も青い T シャツだった。 <laughs> 画面眩しい嘘ちょっと自分のルーム見てみようちょっと iPad は置いてきちゃったんですよなのでちょっとお母さんの古い携帯電話でしか見れないんでだよねちょっと濃くなったそうそうそうあえそうなんですよあのチーム B のあのえっとあっだチーム B からだそうチーム B の あのー、曲が昨日解禁されましたそうちょっと待ってねこれで今日野球見てきたおいいねゴールデンウィークっぽいこれでどうしたらいいんだっけ自分の名前を検索あこれだこれだこれだこれであできたできたできた見れた あそれカップリング曲だこれさ横とかになんないの横になんないのかなもう、まあ、いっか,やらかそうですあの「やらかそう」っていう曲さなんか最初はなんかの草の名前かと思ったんですよなんか「なんとかそう」みたいな草かと思ったんですけど「あのやらかす」っていうじゃないですかそっちだったんですよ こんにちは,こんにちはそうなんかそういう草かと思ったでも歌聴いてたら違うって思ってなんかやらかそうみたいな感じだった <laughs> やらかそうなじなんだったられないつつるたしく生き抜け <laughs> そうそうなんですよ こんにちはこんにちは確かにライブで盛り上がりそうですよねめっちゃ柔らかい方のああやらやらかそうあ柔らかそうあっそっち系か確かにそれにも感じる確かにそれもありえるこんにちはこんにちはそうであと他のチームの曲も結構なんかなんかさ変わった感じ変わった感じっていうかちょっと なんて言うんてううだろうすごいいつものいつもっていうか前みたいな王道みたいなタイトルじゃなかったよねなんか全部難しいタイトルだったパッと見じゃわからない名前だったこんにちはあお電話で初日見たありがとうございますそう「生き物」「臆病な生き物」だったっけとか「んじとかあとケイさんは何だったかな お B いつもあんにかわほんとですかこんばんこんばんは,こんばんはそうとかでちょっといつもと違うなんか感じだったよねなんかさもうさあチーム B 公よかった嬉しいありがとうなんかさ王道アイドルソングとかさもうないのかなないのかなってかもう時代じゃなくなっちゃったのかな最近さあんまないですよね そう。<laughs> 今日気合い入ったメイク今日メイクしてないです <laughs> こんにちはこんにちはこんにちはもう流行りじゃなくなっちゃったのかもどうなんだろう私ねそういう曲めっちゃ好きだからねあのねちょっと寂しい <laughs> そう でもどんな曲も好きだけどね好きだけどこんにちはこんにちは流行りなのかそっかやばい流行りについていけてないと私 <laughs> 流行りについていけてないあそうライトそうめっちゃ明るいんですよねこ,この部屋ね王道ソングもいいですよねでも曲ってさ作るの難しそうよく作れるよね

帰っておいで帰っておいで <laughs> 昔のおいでなんか出なくなった急になんかおしゃれなおいでになった <laughs> こんにちはいずこへいずこへこんにちはおいで <laughs> 時代に物申す代わりそう時代に物申す代わり全然物申せてないけどただの私の趣味 <laughs> 趣味的にさなんかさあ趣味 趣味的には昔の歌系が好き。そう。水上は寒い。あら、水の上にいるんですか大丈夫時代は繰り返すからまた帰ってくる。そうだよね。だってルーズソックスとかもさ、最近帰ってきてたもんね。そうだよね。確かに。ショールームが必要くなってる。本当ですか多分、明かりの問題かもしれない。 <laughs> そういつも流行りに乗れないの私は何でだろうずれてんのかなそういつもね流行りに乗れないのルーズソックス履いたことねないああるある保育園の時に履いた <laughs> JK に憧れてねあのねあのね JK に憧れて履いたことある子供用のルーズソックスみたいな <laughs> こんにちは遊びに来たありがとうそう時代に乗り遅れるそうニュース見てるそうニュース見てるんですけど私なんかさなんか芸能ニュースとかじゃなくてさなんか普通のさニュースしか見ないからさだから流行りに乗れないんだと思う <laughs> そうそうなんですよ こんにちは,こんにちはそう、保育園の時は流行ってた。あ、初見ありがとうございます。嬉しい。ほほ,ほ保育園。<laughs> そう。今日、マッドマックス見てね。マッドマックスって何テレビこんにちは、こんにちは。んうーん、うん、うん。 あ、そう、ウグイス、田舎なんで、ウグイス泣い,泣いてる。<laughs> かわいい、ありがとう。今日でちびまるこちゃん放送1500、あ、すご、毎日アイドルじゃん。あ、違うか、毎週アイドル。あ、映画、そうなんだ。こんにちは。キーウ知ってる知ってますよあの、キーウは、キエフだったけど、言い方が変わった。 あってるかわかんないけど <laughs>、ごめんなさい。こんにちは。こんにちは。こんにちは。マリトッツォマリトッツォ、私地味に食べたんですよ。セブンのそう。セブンイレブンのマリトッツォ。そう、美味しかった。なんかオレンジオレンジオレンジのなんか果,実果肉みたいなのが入ってたやつ。そう。美味しかった。 マトリックスといえば大家さん <laughs> クロッフル知ってるクロッフルはクロッフルはスイーツだよねスイーツだよね目白の声目白の声目白って鳥目白目白 こんにちは。走らないと出ないの走らないと今のとこ出ないですね。走らないと。鳥か。目白 <laughs> 目白目ろ。こんにちは。香りちゃんが流行,あ流行を作ればいいんよ。わかった。作ってみる。流行を作る。 東京の目白ではない。<laughs> なんか東京の目白と目黒ってさ、親戚かと思ったけどさ、なんか違うんですよね。結構遠いんですよね。あれ遠いのかわかんないけど、なんか目白目黒って双子かと思ってた、ずっと。でもなんか遠いんだよ、結構。そう。こんにちは。こんにちは。<laughs> 親戚ではない。ずっとさ、親戚だと思った。まあまあ離れてる。あ、そうなんだ。あ、上野と中野。 上のつぬカのも離れてるよね。多分。え、そんなことないのかなどうなんだはじめまして、はじめまして結構離れてるあ、じゃあそうなんだ。メしロってさ、メしロメグロあれめ桜があるのはめぐだよね。こんにちは。あ、そう、姉妹テスト市的なことかと思ってた、ずっと。 そう。こんばん、こんばんは。中目、あ、そうだ、中目黒だ。中目黒とかいうのもあるんだ。上目黒と下目黒もあるかな。六 <laughs> 6色くらいだった。あ、そうなんだ。すごい。すごいな。目黒は池袋の、あ、池袋ってなんか馴染みある。この前のさ、舞台でさ、 あの池袋だったから舞台の場所がすごいなんかなじみが深い気がする「下目黒住んでた」えマジであるの下目黒あそうなんだ「下目黒」って何線?「下目黒」って読むんだえーるる,る,る本当にあるんだ 池袋住んでたえすごいいろんなところに住んでてすごくかっこいい下目黒と初めて聞いた本当にあるんだ今さ適当にさ言ったのに本当にあった <laughs> どこにあるのあ駅はないあなるほどなるほど駅があるとは限らないのかえ上目黒もあるってことは上目黒っていうものかな <laughs> 目白台っていうのもあるえそうなんだ 知らなかったー。えぇ、ー。ね、地名多いあ、知やっぱ上目黒の、そう。知って言ってるのかと思った。もし知らずに、絶対ないだろうって思いながら言ったら、本当にあった。<laughs> びっくりした。<laughs> うん。オンラインお話し会で連立方程式について教えてあげるね。ありがとうえ、連立方程式って懐かしい。なんかあったよね、なんか。なんかあったけども、うできないよ、多分。 <laughs> めっちゃ適当に言ってたこんにちはためになったためになったええー、知らなかったいろんな行ってみたいな全然東京にさいてもさ行ったとこあるの少ないかも詳しいとこはタモリさんに聞いてないわかったブラタモリこんにちはブラタモリかなうん,うん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 に 簿記 <laughs> 教えてくれますが簿記は教え簿記先生かな簿記は教えてくれちは,こんにちはでも簿記のね教科書とノート取ってますよ一応なんか記念に <laughs> 顔散歩ブラタモリちゃんあとなんかそうあ十17期さんの子あったよ17期さんの子じゃない17期生さんの子会いましたでも顔は見れてないんですけど会いました そうあマスク越しあマスクしてたね。レッスンの時だったからそう,そう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 ちゃんと見れてるでも見た子もいるなんかみんなね楽しいそうお露目ありますもんねすごいお露目4日お目おお赤ちゃんいた赤ちゃん赤ちゃん あ、赤ちゃんいなかった。あ赤ちゃん、そう、2ヶ月の子ね、いなかった。そう。え、何人かわかんないですね。何人なんだろう。何人なんだっけあ、1204人じゃない。ありがとう男の子もいなかった。女の子だけだった。こんにちは、こんにちは。あ、夢に出てきた子もいなかった。なんだっけ、はるかちゃんだっけ。なんだっけ、下原はるかちゃんだっけいなかった、全然一人も。 <laughs> 多分ん。わかんない。本当にいないかわかんないけど、多分いないと思う <laughs>。こんにちは。うん、たみちゃんもいなかった <laughs>。私の夢に出てくる子たち。なんか、たみちゃんっていう昭和の、昭和じゃない、平安の女の子が夢に出てきたんですよ。でも出なかった。その子もいなかったですね、多分こんにちは、こんにちは。 そう、たみちゃんもねはるかちゃんもいなかったそう岡山の子えどうなんだろうだからあんまりちゃんとは知らなくてそうなんですよたぶん私たちも私たちもあのそのお披露目って知るのかなって思いますねたぶんこんにちは でも令和生まれの子もあそれはいないね間違えた間違えた <laughs> 間違えた間違えた令和生まれの子もいるのかもねとか言いそうになっちゃったいないわさすがにいないわ <laughs> こんにちはこんにちはいてもまだだって4歳とか3歳とかその日になっちゃうかこんにちはこんにちは4歳四歳はちょっとやばいかん <laughs> そう、だから楽しみに。早くね、みんなの名前覚えたいです。でも名前覚えるの得意だからね、多分すぐ覚えられると思う。そうそう。<laughs> 多分覚えれそう。わかんないけど、多分覚える。覚えます。<laughs> AKBABY の、確かに。 <laughs> そう16期ね多かったからね19人とかもっといたからさもっといたよねもっともっとセレクションで19人ぐらいになっちゃったけど本当はもっといたからさなんかね不思議な感じこんにちはこんにちはそう16期は大量にいりましたねそう仮ンの時はめちゃくちゃいた めちゃくちゃいましたねね、どれくらいかな今日は夕焼け配信、確かに夕焼け配信あ、<laughs> 大量 <laughs> 大量だった <laughs> 本当に Be My b ビーなの、本当だ <laughs> こんにちは十七期生におし援したら怒りますよねえ、あのね、怒らないです ああのの怒らないですよあの誰もがさ新しい子は好きだし若いしあれだしそれに「こんにちはこんにちは」を支援されちゃうってことはその何て言うか自分にも問題があるっていうか何て言うか自分も魅力がなくなっちゃったってことだから。 そこはもう諦める。<laughs> 諦めるんかい。まあ、それはさ、ちょっとさ、悲しいと悲しいというか、あ、じゃあショックとはなるけど、でも、そこはもう、その、あの、諦めて、今、それでも好きでいてくれる方を大切にしていく。まあ、あその、そうです。<laughs> 諦めないで、ね <laughs>。あの、そこはもう仕方ない。人の好きなんて変えられないし、そう。 だから、そこはもうな、あの、大丈夫ですね <laughs> そううんふか <laughs> ないでしょ全然全然深いこと言ってないそうそんな感じそうだって 自分にさ魅力があたくさんあれば知恵なんてされないはずだしされちゃったらそれはもう自分があれだからさそこはねそうそうそ,うそれにさお店とかでもさ新しい商品とか欲しくなっちゃうしさあのさ物とか古くなっちゃったらまあもういいかなってなったりとかするからさそれと一緒かなって思うわかんないけどそう あれっきりーこれっきりーそうそう好みとかも変わるからね人はくるくるそうウフ <laughs> ありがとうなので大丈夫だよーん <laughs> うーん こんにちは、こんにちはこんにちは。こんにちは。俺みたいに最近かおりちゃん欲しいんだよ。ありがとうもう覚えてるよ。<laughs> すぐ覚える。もう覚えてるよ。もう名前完全に覚えてるからね。こんにちは、こんにちはこんにちは。おーやっぱちゆまるこちゃんの日なんだね、今日。 しんすごいね、まる子ちゃんってすごい。<laughs> 怖いって言わないでよ。怖くないよ。怖くないよ。遊びに来た、ありがとう久しぶり、久しぶり外のスズメもそうだと言って <laughs> 企業あ、一時間スペシャルなんだ、そうなんだ。 初見です初見じゃないよ名前覚えてるもん <laughs> あやばオンラインお話し会ありがとう元気あ,ありがとうございます嬉しいありがとう後輩になんて呼ばれたいえ絶対無理だと思うけどかおりちゃんって <laughs> か,かおりちゃんって呼ばれたなんか3だとさ3ってなんかちょっとこうなんか離れてるっていうかなんかあんまりちょっと距離が 遠い感じするから「ちゃん」がいいけどでも自分だったら無理だから多分無理だと思うんですけど「ちゃん」って呼ばれたい <laughs> 絶対無理だと思う自分は無理だもんそうなんかあアンネちゃんじゃないアンネちゃんじゃないアンネちゃんじゃない <laughs> お疲れ様、お疲れ様でーす かわり先輩はね、中学の時に言われてたかも、後輩に。そう。そう。でも、何でもいいですね。て <laughs> か、呼ばれるくらい仲良くならないとだ。ま <laughs> じ会話する機会ないと呼ばれさえしないからさ、ちょっと、あの、呼ばんでもらえるくらい喋れるように頑張ります。<laughs> こんにちは、こんにちは。こんにちは。 おりもいいで何でもいいなうん何でも嬉しいですね <laughs> 何でも嬉しいですねとけって <laughs> ちゃんか香りいいですよちゃんか香りでもいいですよいいなぴょんって言われないです <laughs>、うん、あ遅れたけど朝一目ありがとう嬉しいありがとうございます今何時だちょっと待ってね あと1分だ早っ。<laughs> 早すぎて。絶対17期さんにも敬語使ってたえ,え、そうなんですよ。私なんか敬語使っちゃう癖があって。どんな癖って感じなんですけど。<laughs> なんか、そうなんですよ。こんにちは。こんにちはなんかねなんか、あ、はいって言っちゃうんですよね。なんか、はいってか、あって、ありがとうございますくて言っちゃう。間違えて。<laughs> そう。 そうななんですよなんかちゃんなんかとっさに出ちゃうんですよあのとっさにね普通にちゃんとすればちゃんとダメ口でも喋れるけどなんかとっさそう人見知りだからさそう使っちゃうんですよねなんか慣れてなくてそうそうなんですよ、ね、こんにちはこんにちは岡山弁出していこう わかったじゃんわ <laughs> かったじゃん <laughs> あ見初見初見,初見です違いますでもこれうち間違いパターンもあるからそしたらごめんなあ50アップありがとうございますではでは ランキンキグをしていいきたいと思いますちょっと今日はこの iPad でやる iPad がないのでこの携帯でやるからちょっとちょっと遅かったらごめんなさいねいきますえー、っとどれだっけ <laughs> 待って早速遅い <laughs> 早速遅いぞこれなんじゃこりゃなんじゃこりゃなんじゃこりゃんーっと えー、あっ、あったあった。来た来た来た。行きます。13位は、オクタゴンさんです。ありがとうございます。12位は、トラサポさんです。ありがとうございます。11位は、ウシン、テッド、アットマーク、台湾さんです。ありがとうございます。10位は、ライダーさんです。ありがとうございます。 9位はトラッキーさんです。ありがとうございます。8位はジェイさんです。ありがとうございます。<laughs> 7位はメロディーさんです。ありがとうございます。6位はミケネコアットマーキュータンパさんです。ありがとうございます。5位はアディダッチャンさんです。ありがとうございます。4位はハナちゃんさんです。ありがとうございます。 2位は、パンダマルアットマークチームホウさんです。ありがとうございます。そして1位は、えー、っと、ユーマ、自分のラストアイドルは香りだから推し変、しませんさんです。ありがとうございます。以上が今日の1位から13位の皆様。え、待ってごめん、3位飛んだ。ごめん、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 めんなさい、ごめんなさい。3位、コマネコマニアのじいさん、すいません。ありがとうございます。やばいうっかりうっかり。すいません。 じゃあ次はギフトくださって方の名前読みたいと思いますギフト行きまーすゆうまさんとらさぽさんくろのイコールズしるふるさんしょうちゃんさんゆきかなさんこまねこマニアのじいさんしゅうじさんあでだっちゃんさんパンダ丸アットマークチームほうさんうらかんさんみっとちゃんさん はなちゃんさん、ひらもんさん、こじあすさん、おくたごんさん、ジョナサーアットマーク、コロコロさん、しょうちゃんさん、すぎあん12.5さん、新規親父さん、りかさん、ふみおさん、パーフォリンさん、イル・ロクバーさん、けんちゃんやでさん、くのけんさん、がんさゆうてぃアットマーク、花のしわわうまれさん、とんばさん、メロディーさん、うしんてっとアットマーク、台湾さん、コマネコマニアのじいさん、リスケルさん、ふみおさん、ジェーさん、ノブさん、 トトさん、大地さん、トラッキーさん、倉敷のこうちゃんさん、さやりんまるさん、いけねこあったまきゆたんぽさん、ひーちゃんットマークつむじさん、メロディーさん、リカさん、コマネコマニアのじいさん、はなちゃんさん、ポップ、ぴょんちゃん好きなそさん、おなぴーさん、しんきおやじさん、大地さん、きむりーさん、なめこさん、日高かこうじさん、こうぽんさん、 クリームアンピーさん、ハナちゃんさん、オクタゴンさん、コマネコマニアのじいさん、ハナちゃんさん、アディダッチャーさん、トラッキーさん、サヤリンマルさん、ライダーさん、トロさん、アットマーク昨日はお話し会ありがとうさん、スーパーナズミニゴーさん、パンダマルアットマークチームハワさん、渋谷ジュンさん、ライダーさん、地球防衛組さん、ライダーさん、塚坊さん、トラサポさん、ゆきかなさん、アスマさん、オノピーさん、コイコイさん、サッとさん、 キッチンさんパンダマルアットマークチームホーさんなんタアットマーク長き香りごろくツイート中さんアズマンさんアツシアットマーク全顔し初日公演最高お見送り対応も良かったなさんザキヤマさんタカさん翔平さん月曜の豚さん翼はなんちゃらさんマコさんひろゆきさん新居おやじさんですギストありがとうございますギストありがとうイエーイ とということで今日もショールームを見てくれたりコメントをくださったりギフトをくださったりと本当にありがとうございましたすごく嬉しかったですそしてあのこの後ゆっくり日曜日過ごせる方はゆっくりしてやることがある方とか夜勤とかある方は頑張ってください応援していますああ今頃劇場の予定そうなんですよ 本当は今頃、僕の太陽公園が、昼と夜があったはずなのですが、亡くなってしまい。本当に申し訳ないです。あの、来てくださる予定だった皆様は本当にすいません。でもまたいつか、あの、あったとしたらば、絶対に皆さんが当たる、あの、当たった人がまた当たれないっていうの、すごいさ、嫌だよね。なんかなんでだろう。なんでダメなんだろう。なんで同じ人じゃダメなのかな。 ごめんね。なんかわかんないけど、ダメみたいなので、そう。また応募ってさ、当たらないとダメらしくて、本当にすいません。なので、またもし会って、その時にもし予定が空いてたら、よかったら応募してくれたら嬉しいです。お願いします。それでは、皆さん、最後に明日のラッキー占いをしていきたいと。あ、カメラ見て、はい。 イエーイ <laughs> ついコメントの方を見てさぶっちゃういつも遊びに来てありがとうえっとあわかったラッキーアニメのキャラクターはちびまる子ですちびまる子ちゃんって10回唱えるとラッキーになるのでぜひ試してみてくださいそして、えっとあこの後もメールとかいろいろ待っていてくれると嬉しいです あとお仕事とか夜勤とかある方とかやることがある方は頑張ってください <laughs> なんか難しいよねカメラ見たらコメント見えないしコメント見たらカメラ見えないし何でごたっばなごたではえっと、5秒で切っていきたいと思いますではありがとうございましたでは数えていきたいと思います <laughs> せーの54 三。二。一。ゼロ。ありがとうございました。では。失礼します。バイバイ。バイバイ。またねー。では。